い、撮ってまーす。はい、撮りました。おはようございます、リサです。今日はですね、リンゴルフオープン8回目のということで、今イベントホールで8番ホールにいます。ここではガーミンさんのこの計測器を使ってワンオンチャレンジっていうのをやっておりますので、今日は皆さんのショートホールを見てこれを使ってもらいたいなと思います。そしてですね、今日60人ぐらい約参加してる方がいらっしゃるんですけど、ワンオンチャレンジということで、私の予想ではなんか今年リンゴルフオープンすごいレベルが高いんですよ。なので、40人ぐらいがワンオンしてくれるんじゃないかなと思っております。はい、じゃ皆さんを見ていきたいと思います。あ、当たってない。バンカーは越えて。ナイス。カニです。ちょうどさっき。お、これいいんじゃない？はじきは入れば並びよい。ナイス。一緒は二人。すごいじゃん。ナイスだ。でも開かない。一緒。下の低いとこ。ナイス。これだけ乗らぬことがあって、乗るの写真撮ってもらいましょう。うん、帰ろう。落ちないで。あー、惜しい。あ、乗りました。ナイソンです。ありがとうございます。でかい。止まれ止まれ。いやーめっちゃ流れる。いくつなの？34点。やっぱそういうところだけやるよな。いいよ。ちょっと大きい。あ、行っちゃえって俺。バンカー入ってました。5人。木に当てて飛びすぎだよ。おめでとうございます。おめでとうございます。左行った。惜しい。残念でした。どうだどうだどうだ。強いか。あ、元気がいい。そうなんです、乗らないと。あ、大きい。ちょっとなんと来た、これ来た。あ、惜しい。うん、いいターン。ナイスターン。ナイスパー。全然惜しい。いいんじゃない？これはいいんじゃないですか？これ。これはドローで。ちょっと大きいかな。止まった。2枚。カラーか乗ったか。ちょっと待ってよ。あー、高すぎか。高すぎ検査。乗った。乗ったね。そう。いいんじゃない？乗った。あ。あ、ちょっと擦っちゃった。あ、ナイスオンですね。はい。
惜しい惜しい。大きい、うん、これもいい、うん、ナイス、ね、こうやってくれ、おー、くれた、ナイス、良い。これもいいですよ。どうだ。おお、来た。お、近い。近い。これもいいじゃないですか。超えれば。いってる。おお、すごい。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 乗った。これ乗った。はい、ナイスです。あ、止まれ。止まれ。はい。いいんじゃない？あ、大きいですね。全然違う。はい、そうです。いいな。いいな。あ、あいそう。あ、止まって。止まって。いい。どうだ。どうだ。あ、ダメだ。ダメだよ。これは。もう行った。おー、ナイス。俺の方が近くないな、あれな。微妙か。お、うまい。止まれ。あー、一番近いわ、これじゃ。離れてけ、離れてけ、離れてけ。離れてけ。あ、でも一番近そう。あら、え？いい、いい。行け、行け。あ、一番近いじゃないの？近いよ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、あ、いいじゃん、いけ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 、あ、乗った、あ、乗った、ナイソー、ナイソー、お、いいじゃない、お、お、お、近いです。あ、これもいい。これもいいよ。あ、大きい。大きい。え、何枚今。あ、いや、戻ってきてるよ。でかい、でかい。めっちゃ痛そうな音した。じゃあ前行きましょう。リンゴルフニュースのお時間です、はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23日と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ユッコが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください、はい、バイバイ。